こんにちは、かんだまです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。世界的にもステイホームということで、私はこの時間をあれですよ、あれ、あの学生の時もさ、春休み夏休み冬休み明け、その休みの間にこうダイエットしたりだとかして、新学期新たな気持ちで迎えるとか、まあ、大学デビューとか高校デビューとかいろんな言葉あると思うけど、そういうこう人に会わない時間を使って新しい自分に出会いたいっていう気持ちをちょっとでも持ったことがある方いるかと思うんですけれども、私はずっとそのタイプで、その休みができるともう自分自身のこう、じゃあメイクの勉強の時間とか、服のこういろいろね取り入れてそれを実践していく時間みたいな感じで昔から過ごしてるから、大人になった今も今日はそれをやってちょっと過ごしたいなと思います。なのでですね、かんだま劇場始まって、4年目を迎えるんですけれども、初めてちょっと過去の私のね、こう自力整形と言われたこの遍歴をちょっとお見せしながらいきたいと思うんだけれども、でちょっとねメイクしながらやっていこうかなと思う。まあ私が本格的にダイエットとかメイクに興味を持ったのが高校生の時なんですけれども、高校1年生の時、まだ何も気合が入っていない時、こう自分自身とちゃんと向き合えてない時の私、こちらです。ドン。すごいね、目つき悪いね、やばいよね、本当にね、性格悪かったの、今より本当にトゲットゲ、もうもやっとボールみたいな感じで、もうウニよウニ、ハリネズミでもいいけど、そんな可愛いもんじゃないんだけど、高校入りたての時はもうみんなに、なんでそんなにトゲトゲしいのっていうのをねすごい言われて、で高校の友達のおかげで私はあの卒業の時に角が取れて丸くなったねっていうのをみんなに言われて、こうすごい泣いたっていう思い出もあるんだけど、この時はまだもう全然なんか自分で一生みたいなのが逆に強かった時、なんか向上心が一切ない時で、これが高2になって、うん、あーちょっと頑張りだしたよね、ちょっと頑張りだしたの、高1高2で比べるとこう顔が違うでしょ、ちょっと頑張りだしたんですよ、ちょっと頑張ってアイプチを覚えたし、メイクも徐々に覚えて、で高校は勉強は厳しかったけど、身だしなみに関しては全然緩い高校だったから、髪を染めてもう鮎の色にしてくださいみたいな感じで過ごした感じね。で高2の終わりにとあるプロダクションに入ったんだけど、そこでまあダイエットっていうのをしてっていうのを言われて、まあそこでこの高2の時から私はまあ7キロちょい痩せたんだけど、その結果高3でこうなったわけよね。これ高3の私、ガリッガリ、本当になんかもう足が安室ちゃんって言われてて、もう足が安室ちゃんで、もうどうもありがとうっていうアユが出てきちゃう感じだったんだけど、もうねこの時はデニム、最初マウジンのデニムも27インチからスタートしたんだけど、それが高3のこの時は23インチが入るようになってましたっていうくらい痩せて、で翌年、まあ私はその翌年あの舞台のお仕事をずっとやってたので、大学にはそこ進んでないんですけれども、その舞台のお仕事の時の私はこれですね。ちょっとふくよかになったけど、メイクとかもどんどん覚えてって、高3の時よりも優しい感じになった、自分で言うのもあれだけど優しい感じになった。まあこうやって4年間で自分自身変われたのがあるんですよね。これはなんだろうなと思ったら、やっぱりメイクも勉強したし、服も勉強したし、自分自身とちゃんと向き合う時間っていうのも作れてたから、周りのいい刺激も受けてねっていうので変われてったわけですよ。で大学生の時は4パターンの私がいるんだけど、いろんなテイストを試してみようっていうので、黒髪パッツンの時もあれば、前髪を長くして黒縁の大きめのカラコンしたりして過ごしたりだとか、色気系、エロ系って言ったらあれですけど、まあリエンダとかエゴイストとか着てた時代からの今の好きなスタイル、デコ出しの強めメイクっていうのにたどり着いて、まあここにたどり着いてから、またさらに自分の好きなものを探求してったら、モノトーンの服だったり、あとは濃いめのリップっていうのにたどり着いたわけなんですけれども、まあ、そうやってね、なんかこう、まあ、時間はかかるかもしれないけど、自分のペースでどんどんさ変われるわけじゃないっていうのを、もうすぐ30歳を迎える私もこれからね、多分ライフスタイルもどんどん変化していくと思うんだけど、日々こうなんか向上心を持っていきたいなっていう次第でございますっていうので、今日はメイクをしていきたいと思う。とりあえずアンブリオリスね。学生さんとかさ、まあ、これを見てくれてるかわかんないけど、長い休みに入っちゃってバイトもねできないしっていうので、家で何しよっかなってずっとネットフリックスとかアマゾンプライムとか読書とか見るのもいいと思うんだけど、なんかこうちょっとひげ剃りますね。
まあ SNS がある時代だから簡単に友達とこう連絡も取れるし、友達のことも見れちゃうから会った気にはなれるけど、実際に久々に会った時にあれ雰囲気変わったって言われたい願望とか生まれないですか？生まれない？私めっちゃ生まれるからさ、っていうのもあって、なんか私も今会社が原則リモートで、この期間メイクをお休みするんじゃなくて、まあお肌はお休みさせるのが一番だと思うけど、じゃあちょっと雰囲気変えるためになんかやろうかなとか、なんかちょっとね変化、新しい自分に出会う期間でこうなんか過ごしたいなっていう次第でございます。なんかちょっとかっこよく言ってんだけど、要は暇だからメイクのお勉強しようみたいな感じ。はい、で次シンピュレテのメイクアップベースですね。これなんか生産ストップしちゃうの？愛用してるのに。あ、またほっぺがほてってきてるわ。皆さん体調は大丈夫ですか？これさっきね、海外の友達とテレビ電話してたんだけど、もうねずっと家の中にいるから牢屋にいるみたいって言ってて、まあ快適な牢屋だからいいんだけどみたいな感じで言ってたけど、でね、ここに吹き出物ができたんですよ。でも吹き出物ができて早1週間くらいなんだけど、まあ皮膚科に行って潰してもらったんだけど、まだまだこれ育つねって言われて薬は塗ってるけど、まだまだなんかもっと膨らみたい、この吹き出物対早く収めたい私で戦ってるところでございますね。はい、続きましてローラメルシエのパウダーでございます。こんな感じね。これをちょっと蓋のところに出して、でこれこの間インスタライブでご紹介したんだけど、私使ってるこのブラシはアマゾンで買ったやつ、コスパ最強だと思うこのブラシ。なんかレビュー見て比較しながらこうよーく商品説明とかも読んで選んだやつなんですけど、とってもいい感じ。ちなみに吹き出物のところってさ、皆さんなんかコンシーラーで隠したりします？私さ、この上からさ塗るのが怖くって、ここはやっぱ避けて化粧をしがちなんだけど、化粧品塗っちゃっても大丈夫なのかね。まあ塗れよっていう話だけど。でそしたら3のこのシマリンググローディオ、これを鼻に通す。はい、鼻筋が通る、いい感じ。ほんで目の際とかにも、あ、そうそう、インスタライブやった時に行なの後にこの手のハイライトをのせるの抵抗ないですかって言われたんですけど、私抵抗ないタイプ。あ、そっか、抵抗ある方もそうだよな、いるよなと思いながら、どっちがいいのかも分かんない、ググるよって話だけどあ、どうしよっかな、せっかくだからちょっといつもと違う感じのメイクを頑張ってみようかな。あれだね、うん、でも眉毛で決まるから、うん、どうしよう、まあいっか。あー、どうしよう、キャー、まとまってから動画撮るよってね。ちょっとゆるくいきましょうね。このナーズのピンク色シングルアイシャドウの2089番、まあもう夕方っちゃ夕方なので、ちょっと目元は優しくいこうかな。そうそう、でもさ、アイプチ自体はそうね、高1になる前に春休みそれこそ暇だからやったんだよね。でもすぐ取れちゃうから諦めてて、で高校入ってやっぱりパッチリ二重の子が可愛いってなって、で浜崎あゆみさんとかさ、安室奈美恵さんとかもさ、みんなやっぱ目大きいしさ、っていうので今までこうピッて一本線引いてクイッチやるアイプチにしか出会ってなかったんだけど、広げたい幅全体に塗ってこうシールのように、塗ったのりがシールのようになってクイッてなるアイプチに出会ってから、二重の跡がつきやすくなってっていう感じだったよ。だからすごいいろんなものが世の中売ってるんだっていう感じだったね。でまあ何よりも自分変わったなと思ったのは、まあダイエット、過去にまあダイエット、私は間違ったダイエットをしてしまったので、その後摂食障害で悩んじゃったんだけど、でもこうやっぱ体型が変わるっていうのは一番のモチベーションになるかな。最近はさ、下っ腹がさ育っててさ、まあそれも愛おしくて、そうそう、最近は、昔は自分の体型が嫌だったんですけど、最近はどんな自分の体型でももう可愛いな、愛おしいなって思えるようになったので、はい、ちょっとね、ちょっといつもと雰囲気を変えるために今はこのピンクの塗ったか塗らないかみたいなくらいのシャドウにしました。そうね、ナチュラルに見えるけど、ちゃんとやってるよみたいな目元とかにはしとこうかな今日は、うん、ちょっとラメを足そうかな。このマックのいつも使ってるミネラライズアイシャドウグリマオブゴールド、どっち使おうかな、こっちの明るい方にしようかな。黒目の上らへんのところにちょっとのせて立体感を出
そうかな。そう、私本当自力整形って言われてて、まあ、化粧一つで顔を変わっちゃうタイプだし、あと松浦彩さん、私ずっとハロプロが小学校の時から好きだったんだけど、そう、小学校の時からずっとやってたことは、お風呂に鏡を持ってってずっと鼻高くなれっていうのはやってた。なんか鼻ってすごい大事なんだなと思って、ずっとここをねグーって押してた時期がある。田中みな実さんの毎日3リットル水を飲むとか、フルーツをいっぱい食べるっていうのは、もう絶対にそれがね、フルーツ嫌いだし、水もそんなガバガバ飲むタイプじゃないから、全部は真似できないけど、できることはこうちまちま真似していく。例えば水はそんなに飲めないけど、飲まないタイプの私も、こう会社に着いたらまず一杯水を飲む。で、会社出る時に絶対一杯水を飲む。そしたらコップ2杯分さ、いつもよりさ、水分を取るわけじゃないですか。っていうので、あ、もう自分よく頑張ったっていうので過ごしてる。甘々でしょ？甘々なんですよ。みんながみんなね、ストイックに生きれるわけじゃないけど、できることはやる。高校生の時のそのガチダイエットの時はコンビニに寄らないとか、行ってもおにぎりとサラダのところしか見ない。お菓子のところとレジ横のチロルチョコも我慢って思いながら、チロルチョコ1個ってさ、ちょうどいい糖分だと思うんですよ、食べ過ぎずに。別にあれを1個食べたところで激太りっていうわけはしないと思うけど、ハマりやすいタイプだから、美味しいって思ったらずっと食べ続けられちゃうタイプだから、私はその誘惑に負けちゃうから、だから目に入れないように、視界に入れないようにみたいな感じで過ごしてた。で、喋りすぎちゃってメイクが進まないけど、ミネラライズアイシャドウのこの黒のやつをちょっと目の際に塗りましょうかね。このまつげの際、このコロナで自粛要請みたいになった時に、 YouTube でそのメイクのやつ見てて、たどり着いたのがカジエリさんなんだけど、すごくさ、丁寧で繊細で上品なメイクする人だなと思って、すごい見ちゃって、何本も見ちゃった。目の際塗った、ほら、ちょっと塗るだけでもさ、パキッとしますよね。このちょっとで顔変わるから、メイクって楽しいよね。で、なんか最近ハマってんのがさ、ネットフリックスのさ、愛の不時着。やっぱ韓国の方はあれだね、肌の綺麗さに目がいってしまって、すごい見ちゃう、肌を見てしまう。はい、こんな感じ。そう、なんかさ、自分のさ、好きな顔とかさ、自分の顔の系統ってあるじゃないですか。で、まあ、そのこれから共に歩んでくパートナーが好きなタイプが黒木メイサさんなのね。で、マジかよって思って、全然系統違うじゃねえかよって思って、で、最初もずっと追いかけの片思いだったからさ、一方通行ので、なんとしてでもこっち振り向かせなきゃって思って、いろんなメイクをこう勉強して、それこそ眉毛とかもいろいろ試してみたいなのがあって、で、その時に思ったのが、今まで黒木メイサさんを参考にしたことがなかったんだよね。まあ、その黒木メイサさんのメイクから何かを盗もうっていうことをしたことがなかったんだけど、いざ見てみると、あの方って今まで私が二重に憧れてきたところを、奥二重でクールでかっこいいで本当に綺麗で、で、そっからこう、あ、こういう感じでメイクやってんだとかいろいろ見たりして、何が言いたいかっていうと、今まで全然視野に入らなかった人を視野に入れて、何かを盗もうとすることで新たな発見があるから、視野は狭めちゃいけないんだなっていうのをすごく思った。で、これは仕事でも通ずることで、今コロナで、まあ、私の勤めている会社もいろいろね、こう対策が打たれたりしていく中で、今までの概念にとらわれちゃいけないんだなっていうのを、ちょうど社長の方からの話を受けて感じたところがあって、たりして、なんかから視野を広く、もう私は頭がカチコチになりがちだけど、柔らかくして、いつでもスポンジでいた方が得だなっていうのを思った。さあ、やってまいりました、眉毛の時間です。眉毛を変えるだけで人って印象が変わるじゃないですか。なので、ちょっと今日は優しい印象になるように、服もね、これ最近買ったシャツなんだけど、キリッと決めるよりかはちょっと可愛らしいって言ったらあれだけど、まあキュートな眉毛にしたいと思う。誰かわかんないけど。というわけで、まずは眉尻を描きまーす。ちょっと眉山をいつもより内側にしてみたいと思います。ちょっとだけ内側にしたんだけど、気持ちね、気持ち。ちょっと眉毛カットしちゃおうかな。ちょっと細くしますね。ちょっと
細くした。あ、めっちゃ細くなったじゃん。いや全然いいでしょう。口開いちゃうよね。こんな感じでちょっとだけぼかそうか。今こんな感じでございます。だいぶ優しい印象になってるかしら。ちなみに私が眉毛をちゃんと勉強しだしたのって、今の会社の就職書類等で第一次のその面接の時に向けて眉毛を勉強した。で初めて眉毛をいじり出した時に描いたのがずっと思い出で残っててこれですね。この時に初めて眉山をちゃんと作って、ちょっと太めの眉、かつ眉毛をそれまで薄くしてたんだけど、初めて濃い眉毛に挑戦しだしました。この眉毛にして友達に会った時に、え、なんかすごい顔変わったねって言われて、あ、眉毛って大事なんだ、眉毛一つでこんなに人からの印象変わるんだっていうのがある。やっぱね、眉毛を左右対称に描くのはすごい難しい。あ、ちょっと短めにすればいいのかな。最近長めで描いてたから、ちょっと眉毛短くしよう。よし、で、こっから、そうね、目元をリキッドラブライナーでちょっと埋めます。茶色です、私使ってんのは。全然優しい感じになってないねマスカラをちょっと塗ろう。そう、最近さ、まつげの生え変わりなのか知らないけどさ、超なんか小人が背伸びしてるみたいな感じなんだよね。いろんな自分と出会うのがすごい好きで、こういうね、個性派な黒髪パッツンのこけしヘアの時もあったし、ちょっと清楚系でやってた時もございます。金髪ショートでがっつりやっちゃった時もあって、こんだけ自撮りしててすごい良かったなって思うのは、今になって思う、あ、この時こうだったからこうやった方がいいなとかも振り返れるし、なんかこうね、自撮りはすごくメイク、ヘア、服とかこう勉強するためにすごい必須項目な気がします。で、なんかそう、自分のなりたいテイストっていうのを、私ほんといろんなブランドの服を着てきて、今となってはモノトーンだけど、いろんなテイストね、わーっつって、どれにしようかな、どれも可愛いキャー、どうしようみたいな時期があったからこそ、今自分の好きなものをとことんもうこれっていうのを言えるようになったんで、偉そうなことは言えないけど、なんか神田まちゃんみたいにこう好きなものをこれって言えるの羨ましいですみたいな DM とかたくさんもらうんだけど、全然決められない時期はあっていいと思う。そのうち自然と決まる。この間ロレアルパリさんのね、新発売のこのリップたちの発売のパーティーに、もう結構前だけど行かしてもらった時にもらった310番が私すごいいいなと思ったんですけど、ちょっとこれをつけてみようかな今日は。なんかツヤなんだけど落ちなくて、しっかり色が出てみたいな、すごいサラサラつけられるのに落ちないのよ。つけております。あー、でも結構赤いな。やっぱりナーズのオーディシャスリップ9477、こっちの方が好きだわ全然春っぽくないけどね。チークはブラウン寄りのなんかオレンジみたいな。ダメだ、ほてっちゃってるから、キャー、ほてりを生かしちゃおっか。リップもこれじゃないのにしようかな。赤系をやめよう。別に出かけるわけじゃないし、家で自分で試すやつだし、いつもと違う自分に出会えた方がまたさらに違う自分と出会えるかもしれない。ちょっとオレンジ系のやつつけちゃおうかな。ちょっと目元が薄いからね、あんないな。こういうとこ、こうさ、目元が薄いのがさ、目元薄くして濃いリップでパキッと決まらない時って前髪欲しくなりません？髪超伸びたべ。超伸びたんですよ、髪の毛。でも一番多分セルボークのこういう色とかの方がハマりそう。あー、ハマるわ、今日のこの感じに。楽しいね。楽しくない？なかなか決まんないけどさ、こんだけいろんなさ、リップがあってさ、みたいな。2463、ベルベットマットリップ2463、ピンク。なんかもういろいろ塗って、なんか色素ついたみたいな感じになってるわ。逆にもう飲むだけだし、リップマキシマイザー塗って終わりにしよう。
ツヤ。相手のね。オッケー。はーい。相手の唇は何もしないっていう選択肢を取りました。指輪はめんどくさいから、ピアスだけつけとこうかな。ちょっとね、髪はもうね、何もしない。はい。というわけで、まあ、過去の自分の写真を出しながら、ちょっとダラダラと喋ってしまいましたが、家にいる時間を有意義に使って、久々に友達に会った時に、あれ？綺麗になったねって言われるのを目標に、ちょっと過ごしたいなと思います。もし皆さん何かお家のことでハマってることとか、こういう動画が欲しいとかあれば、ぜひコメント欄までお願いします。というわけで、以上、ご視聴ありがとうございました。体調気をつけて、バイバーイ。